はい、皆さん、こんにちは、トツーです。本日はちょっと特別編ですね。大の大冒険の第5話、こちらのアバン先生のメガンテのシーン、こちらをね、改めて見てみようのコーナーになります。こちらね、見るきっかけになったのは、まあ、先週の大の大冒険見た時にね、まあ、コメントの方に、ぜひ第5話のメガンテのシーン、もう一回見てみてくださいっていうコメントが複数見受けられまして、まあ、あれが一体どういう意味を持つのか、まあ、これを確かめるためにね、今回この第5話のメガンテのシーン見ていきたいと思います。まあ、動画ね、再生合わせるのにあたって、まあ、途中からということでちょっと合わせづらいと思うので、最初の数秒だけね、モザイクの方かなり薄くします。そちらでね、ちょっと動画合わせてもらえればなと思います。もしくは、まあ、時間がそんなね、僕もまだ見てないんでわかんないんですけど、短いようなものならばね、特にこの動画だけ見て、まあ、僕の反応だけ見るっていう形でもいいのかなと。まあ、要は何を見てほしいのかっていうのを理解している人たちは、まあ、特に合わせず見ても面白いかもしれません。というわけでね、早速、そちらのそのメガンテのシーン見てみたいと思います。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、ここからだよね。この頭にブスッとして。で、どこで何が起こるのかが分かんないから、結構集中してみたいと思います。で、ハドラー君がちょっと中間管理職だわ。懐かしい。いや、もうこのシーンまた見るの結構しんどいけどな。アバン先生の最後。なんだ、何がある？なんかあったっけ？いや、俺見てたよ、ここもちゃんと。多分、リアクションはしてたけどね。フローラだ。今、だから、やば。ちょっと待って、やばいやばい。そういうことか。だから、今、貴様も死ぬぞって言われて、最後に、フローラ姫が頭よぎったんだ。そういうことね。わ、わかった。わー。わー。マジか。こんなのあったっけ？いや、気づいてなかったのかな？いや、わかってなかったんだよ、多分。ああ、だから、アバン先生も、やっぱフローラ姫のこと好きだったんだね。だからこそ、今のあのハドラーの一言にちょっと躊躇したというか、一瞬あのフローラ姫がよぎった。うわぁ、やばぁ。わぁ、これ本当第5話見てくれって言った意味が分かったわ。こんなのあるなんて思いもしなかったです。いや、せめてけどアバン先生もあれだね、フローラ姫のこと好きだっていう気持ちをさ、もうこのなんか今の大君たちにちょっと最後に伝えてくれてたらよかったのにとか思っちゃうのは野暮なのかな。もうなんかアバン先生これさ、今メガンテやってこの後あれだけど、なんか生きてるとか展開ないの？なんかフローラと合わせてあげたくなっちゃったんだけど、これ見たらさ。まあけど、まあこんな世界がいろいろ起きてる時にアバン先生が出てこないなんてことはないだろうから、もうやっぱ生きてるって展開はないんだろうね。いやけどちょっとなんかフローラ姫には最後のね、別れみたいなのがねあっただなって思っちゃったわ。けど本当皆さんがね、コメントで毎回さ、このタイミングで1話のあのオープニングを見てみましょうとか、まあ、今回のこれもそうだけども、そうやって言ってくれてるから、よりこの大の大冒険を楽しめております。本当にありがとうございます。またぜひね、こういったなんか見返した方がいいよっていうタイミング来たら教えてください。以上動画を撮影しました。バイバイ。